ミルズ軍はアメリカ合衆国愛を和州に位置する軍である。2000年現在、人口は14,547人である。ここの軍庁所在地はグレーンウッドである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積1,139平方キロメートルである。このうち1,131平方キロメートルが陸地で、8平方キロメートルが水地域である。 総面積の0.71%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口14,547人、5,324世帯、及び3,939家族が暮らしている。人口密度は13平方キロメートルである。5平方キロメートルの平均的な密度に5,671件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人97.97% 97、アフリカン・アメリカン0.28%、先住民0.27%、アジア0.29%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.36%、および、パー0.82%である。ここの人口の1.23%はヒスパニック、またはラテン系である。 この群内の住民は26.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.00%、25歳以上44歳以下が28.10%、45歳以上64歳以下が25.50%、よび65歳以上が12.60%にわたっている。中央値年齢は38歳である。 女性100人ごとに対して男性は100.60人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.70人で、ある。この軍の世帯ごとの平均的な収入は42,428八米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は49,592二米ドルである。男性は31,721一米ドルに対して、 女性は24,938八米ドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は18,736六米ドルである。人口の8.30%及び家族の5.80%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の10.30%及び65歳以上の7.60%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。